全国1億2000万人のタイヤの値上がりでお困りの皆様、こんにちは。まさたまチャンネルへようこそ。今日はこれです。ランドクルーザー80用のスタッドレスタイヤです。ブリヂストン DMV2。 こうしてみるとプラットフォームもまだ全然露出してませんから、あと 2,3 シーズンは使えそうですね。でも買っちゃいました。ブリヂストン DMV3。 赤いラベルの V3。 今履いている DMV2 も全然使えるんですが、また9月からタイヤが値上がりするっていうんで、ここは思い切って交換しまいましょうっていう動画です。まずは軽トラにタイヤを積み込みます。実はここで事件が起きちゃったんですよ。心当たりでちょっとね、腰をピキってやってしまいまして、こんな無理やりひねってるからぎっくり腰になっちゃいました。ランクルのタイヤとかマジで重いですから、皆さんも気をつけてくださいね。ではいつものようにガソリンスタンドに持ち込んで作業を開始です。まずはタイヤのビードを落とします。ビードを落としたらタイヤチェンジャーにセットします。今回は純正のアルミホイールなので、ホイールの内側を下にセットします。リバースホイールの場合は逆になりますね。タイヤをホイールから剥がす時の注意点としては、このタイヤのビードをホイールのリムから完全にこうやって落としてください。完全にビードをリムから落とさないで、こうやってタイヤレバーを引っ掛けて剥がしてしまうと、ビードを切ってしまいます。もうビード切っちゃったらそのタイヤはもう使い物になりませんので、ここは注意が必要です。ビードにタイヤレバーを引っ掛けてアタッチメントに乗せたら、ちょっとだけ左回転させて、ターンテーブルを左回転させて、アタッチメントにビードが完全に乗ったことを確認してから、少しずつターンテーブルを右回転させてタイヤを剥がしていきましょう。こうすればビードを切らずにタイヤをホイールから剥がすことができます。はい、2本目。3本目。はい、4本目。これで古いタイヤをホイールから剥がす作業は完了です。2分20秒でホイールからタイヤを剥がし終わりました。タイヤを組む前にバルブを新しいものに交換しておきましょう。これも結構大事な作業です。古いバルブを再利用するとバルブがひび割れてエアー漏れを起こす可能性があります。バルブなんて1つ数百円、本当に2、300円ですから、タイヤ交換のたびにバルブも交換することをお勧めします。新しいタイヤのビードにビードワックスを塗っておきましょう。
タイヤの側面についている黄色いマークをバルブに合わせるようにして組んでください。ずれてしまっても後で修正できます。ちょっとね、扁平率が高いタイヤは厳しいですけど、このくらいのタイヤなら余裕ですね。あと、今のタイヤって回転方向が指定されているタイヤが多いです。いわゆる一つのユニディレクショナルパターンというやつです。はい、1本目終わりました。2本目。3本目。はい、これで4本目です。タイヤの組み替えが終わりましたら、次はホイールバランスです。まあ、スタッドレスタイヤとか、あと四駆のMT タイヤなんてホイールバランスなんか取らなくったって平気だよっていう人も多いと思いますが、まあね、自分でやればタダですから。バランサーにホイールの情報を記憶させてスイッチオンです。イン側 15g、 アウト側 45g です。ちょっとね、乗用車用のホイールじゃ考えられないようなウェイトの重さですよね、 45g なんて。はい、OK 牧場。2本目はアウト側に 10g だけでしたね。3本目はイン側 20g、 アウト側 25g でした。
4本目も2本目と同じくアウト側に 10g でした。この大きさのホイール、そしてスタッドレスタイヤにしてみれば結構バランスはいい方だと思います。さすが世界に誇るブリヂストン、最高ですわ。はい、終わりました。新しいスタッドレスタイヤはブリザック DMV3 です。ててサイズは 275-70-16 ランクル80の純正サイズですね。DMV3 のパターンかっこいいわ。そしてこれが今まで履いていた DMV2。 まだまだ全然山ありますよね。ブリヂストンのスタッドレスタイヤは発泡ゴムなので硬くなりにくいです。硬化しにくいです。なので全然使えるんですけど、どうしたもんですかね。妻は昔の公園にあった遊具みたいに庭に半分埋めてほしいって言ってるんですけど、こんなでかいタイヤ4本も埋めたら庭がなくなっちまいますわ。ということで、それでは皆さん、またね。はい、OK牧場。